おはようございます。作曲家の和田貴文です。今日もワーダー専門学校じゃねえよのお時間がやってまいりました。やはりですね、このシリーズがですね、期待されている方が多いようでですね、どうもね、やっぱくだらない話をしている回は再生数が伸びてないことがはっきりしております。はい、というわけで、なかなかね、この音を扱った、技術系の動画って、撮るの大変なんですよ。結構編集も大変で、そんなに頻繁には作れないんですけれども、今日はですね、私が、作曲家としてこういうのを意識しておくといいなということをですね、また一つお伝えしたいなと思っております。あくまで私のメモなので、これを活用するかしないかはあなた次第といったところなんですけれどもね。はい、で、今日は何の話かというと、音の遠近感というのが普段意識しないで知覚していることなんですけれども、まずこちらの音源を聞いてみてください。さあ、どんな風に聞こえましたか？この今聞いた音は好きか嫌いかということではなくですね、全然状況が違う音なんですね。録音物を作る作曲家としてはですね、2ミックスに混ざった音で仕上げなければならないので、その混ざった音の中でどういう距離感でどういう分離感で分かった上でコントロールできてないといけないわけですね。で、これが聞く側は意識しなくてもできてることなんです。人間は生まれた時から無意識に音を判断してますよね。誰かに教わるわけでもなく、聞いた音を方向とかどのぐらいの距離で鳴ってるのかってことを意識しなくても理解できるんですよ。例えば犬の声が聞こえてきたとしますよね。あ、高域がロールオフしてるし、低域もあんまり出てないから、これは20メートルぐらい先の3軒ぐらい先から聞こえてるのかなとか考えないじゃないですか。だいたい聞いた音で、あ、なんか隣の家の犬かなとか分かりますよね。室内にいる犬の声と家の外にいる犬の声ってわかるじゃないですか。でもそれが理屈でどうなのかってことは考えなくてもわかるんですよ。ただ音を作る側の人間としてはですね、意識してない音っていうのは作れないんですよね。なので、どういうことが起きているとどういう距離感にある音なのかっていうことをしっかり理解しておけば、手段は何であれでですね、その距離感っていうものが自然と作れるようになるんですね。というわけで、その距離感、遠近感だとか音のこの配置ですね、そういうものをどういうふうに違うのかということをですね、実際に聞いて確かめてみようと思います。それがね、音楽的にどうかってことは皆さんのそのアーティスティックなセンスにかかってくるわけですね。今日はちょっとエレクトリックなサウンドの素材を作ってありますが、こちらはですね、エレクトリックな楽曲のミキシングの意味でやってるんではなく、そのリバーブとかディレイとか完全に切った状態の音が、素の状態の音が作れるので、あえてその音を選んでるだけなんですよ。例えばピアノとかドラムの音を生楽器のサンプリングの音使ってしまうと、そのマイクで録音した時の距離感がすでにもうついちゃってるんで、そういう素材をあえて使わずにやるためにシンセのサウンドを使っています。便宜上ですね、シンセのサウンドであるということだけをあらかじめご了承ください。というわけで、一回素材を聞いてみましょう。これが今一番ドライの状態ですね。全く残響音がない状態です。これはシンセじゃないとなかなかこういう音が作れないので、あえてシンセのサウンドで作ってます。これが生楽器でももちろん何でもいいんですけれども、あえてシンセのサウンドにしてあります。この音に先ほどの冒頭にあった音のように、部屋のルーム感、残響ですね。これアンビエンスっていうんですけれども、その部屋のアコースティックですね。部屋鳴り。のものだけでまずはその遠近感を作っていきたいと思いますので、多くの方が想像しているリバーブっていうのが結構テールの長いロングリバーブを想像している方が多いんですね。で、それはそれでもちろん遠近感を作るのに重要なサウンドではあるんですが、これはですね、ある種演出だと思った方がいいんです。物理的な聞こえ方とか配置を決定するものではないんですよね。あくまで私の考えですけど、ではなく、まずはそのどういう位置関係にあるのかっていうのを決めるときに、ショートリバーブなんですね。で、ショートリバーブをまずうまく使いこなした上で、さらにそのロングリバーブをかけるということをするのが一番いいんじゃないかなと思っております。なので、ロングリバーブをかける前に、ショートリバーブだけで音作りをしようということです。
例えばスネアの音、先ほども出てきましたがスネアの音ですね。はい、ドライですね。でここにルームアンビエンスシミュレーターのオーシャンウェイスタジオというのを指します。でこれは普通のリバーブでショートリバーブをかけてもいいんですが、これは本当にそのルームアンビエンスをシミュレートしているものなので、非常にこのマイクの位置とか視覚的に分かりやすいですね。非常にリアルなアンビエンス感が得られます。これ今ニアーというところのマイク、これをミッドっていうマイクとファーというリバーブ、3種類の位置がありまして、しかもこれを距離を変えることもできるんですね。混ぜることもできるし距離を変えることもできる。しかもこのプリディレイというものでですね、0にすればこのプリディレイはプラグインだと125ミリセックが最大のようですが、まあアンビエンス作るにはこのぐらいで十分だと思います。これもちろん3種類混ぜることもできますし、リマイクというのですね、もう完全にマイキングを変えるってこともできます。今回はリバーブモードで使います。ウェットドライで混ぜる状態ですね。まあ、このぐらいにしておきます。でキックはそのままにしますね。ハイハット、少しアンビエンスつけます。シンバルですね。まあこれも、まあ、かけてもかけなくてもなんですけれども、微妙にかけてあります。次、クラベス。これ分かりやすいですね。ドライだと全く残響がないので、本当にシンセの音って感じですよね。残響がつくことによって急に距離感が分かりやすくなりますね。分かりやすいです。プラック。これもシンセの音なので全く残響ないですよね。これも変化が分かりやすいです。これ今プリディレイが少しかけてあるんですが、全くプリディレイない状態だと、ドライだと、はい、こんな感じなんですが、まあ私は今回この音に関しては実音とのリバーブの分離感を出すために少しプリディレイをつけてます。このプリディレイでリズムを作るっていう方法もあるんですね。例えば16分音符1個分遅れて鳴るようにするとかっていうこともやります。そういうところでグルーブを作るってこともできるので、まあちょっとレベルの高い話になってしまいますが、そういったこともします。で今回は少しプリディレイをつけて分離感を出してます。はい、次リードの音ですね。バイパスだとオンにします。はい、まあ、混ざってしまうと多分そんなにわからないぐらいの量ですね。はい、次ブラスですね。まずバイパスの音から聞きます。
アンビエンスを足します。少し奥行き感と広がり感が足されますね。まあ、ただこれあんまり入れすぎると遠くなりすぎてしまうっていうこともあるので、まあ、遠くなりすぎる場合はこのプリディレイを少し下げるとか、混ぜる量、ウェットの量を下げるとかということをします。前の方に出したい音なのでこれは少なめにかけております。はい、次シンセベルの音ですね。はい、この音はもともとそんなに近くなくてもいいかなと思ってた音なので、ロングリバーブをかける前にまずはちょっとその遠めな音にしようということで、このぐらい深くかけております。だいぶ違いますよね。次ベースですね。バイパスから聞きます。これにアンビエンス足してみます。これプリディレイはもっと短くても全然いいんですが、あえてこのベースの実音が鳴った後にリバーブが来るようにプリディレイを少し遅くしてます。まあ、この方がリバーブの音が近くしやすいという意味でこういう風にしてるだけですね。という感じで今一通りアンビエンスをつけてみました。じゃあアンビエンスをつけたものとつけてないもの順番に聞いてみましょう。一回バイパスに全部します。バイパスです。オンにしてみますね。はい、だいぶこれだけでも音の立体感というか配置がやっぱりしっかり出てきますよね。じゃあちょっとループにしてオンオフして聞いてみましょう。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、あくまで私がいつも作曲段階でも気にしている音の遠近感ですね、どういう位置にいるのかということをですね、これはあのミキシング以前の問題として頭の中で意識してないものは作れないということでですね、エフェクトの問題だけじゃなくてどういう音の重心なのかっていうことを意識してると、こういった距離感、遠近感、分離感というのがですね、曲を構成していく、組み立てていく時にうまく作れるようになるんですね。まあ、むやみやたらにならなくなる、コントロールできるようになるということですね。はい、といった感じで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。では次回お楽しみに。